アルケスティスとアドメトス。45年から79年頃に制作されたものと見られる古代ローマのフレスコが。アルケスティスはエウリピデスによるギリシア悲劇。死期が迫ったテッタリア地方ペライノ王アドメトスがアポローンの行為によって身代わりを出せば命が助かることとなり、最終的に火のアルケスティスが身代わりとなって死ぬが、 平楽レースが彼女を救い出すという神話を題材とする。紀元前438年のディオニューシア祭りでの三部作に続くサチュロ素劇の代わりに上演され、二等賞を得た。エウリピデスの現存する作品の中では最も古いものと目されるが、それでも作家が50歳に近い頃のものであるから、全体としては中期の後半あたりに属すると言える。 アポロンとタナトスによる掛け合いで、破壊に追放されたアポロンを助けたアドメトスが、法徳として、身代わりを立てることで創生を免れる機会を得て、その身代わりとなったアルケスティスの命をついにタナトスが受け取りに来た、という、これまでの権威が説明される。老人たちによる嘆きの後、死を目前にしたアルケスティスが、床からアドメトスに最後の別れを告げる。 アドメトスの励ましも虚しく、アルテスティスは、事後のことを頼んで息を引き取る。そこへ、トラキアのディオメデスのもとへ向かう、途中のヘラクレスが訪れる。アドメトスは、友人艦隊の伝統に従い、アルテスティスの死を隠して、ヘラクレスを熱くもてなす。一方で、アドメトスは、アルケスティスの悔やみ事を言いに来たペレスと抗論になる。アドメトスは置いて行く先少ない身でありながら、 実の息子のために命を惜しんだ両親を責める。対してペレスは今日まで育てた恩と、豊かな財産を残してやった上に、さらに命までよこせとは傍慢だと責め立てる。その頃、ヘラクレスは、別使いから、アドメトスが隠していたこと、アルケスティスが亡くなったことを知る。アドメトスの友情に感激したヘラクレスは、アルケスティスを取り戻すため急ぎ冥府へ向かう。 アルケスティスの葬儀が終わり、その帰り道、アドメトスは老人たちに妻を失った深い悲しみを語る。そこへ、ヘラクレスが現れ、アドメトスに担ぎをした女を預けるから引き取るように言う。アドメトスは、ヘラクレスの行為に礼を言いつつ、アルケスティスへの思いから引き取りを拒む。そこでヘラクレスは、アドメトスに女の手を取らせ、担ぎを取って顔を見せ、彼女こそ、 自分が、冥府から連れ戻してきたアルケスティスであることを示す。最後に、アルケスティスがこれから3日間は声を発してはならない、ことを告げると、ヘラクレスはトラキアへと旅立っていく。ヘラクレスを見送った後、アドメトスと老人たちが喜びを歌って、物語の落着となる。ありがとうございます。